どうも、寺子です。引き続き、ランクアップ、スコアアップやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっと見ていたら、ピュアフィールドはちょっとおさらいしてないんですけれども、パンターノとファラオは、ちょっとあの、至近距離からのショット、11ヤードとか、その辺のショットができるので、まあこれをやればいいんだなっていうことですね。パンターノからいきます。多分いいよね。これで装備はダメ、装備はダメ、危ない危ない危ない。装備を変えます。そうだった、これは装備変えないと。エイムメデューサがまあ一番使い勝手いいかな。うん、ではでは、スコアアップチャレンジやっていきたいと思います。はい、5アンダーになればいいだけ。結構ね、難易度低いわ。でここは無風、もうちゃんとあのおさらいしてきたんで、どう打てばいいか分かります。だけどこの辺だね。下エイムショ、あ、右ブレ、クソ右ブレ。そんなに右ブレするかっていうぐらい右ブレ。マジか。無駄なことはしません。ちょ、右ブレがひどかったね今。エイムショットね、使わないか。ここでもうエイムショット打っちゃうか。無駄、無駄エイムだな。じゃあブレ見よっかな。こんな感じと。了解。うん、まあ弱めに打ってもいいか。弱めにと。まあどうしようかね。こっちは左か、左ブレ。今回は左ブレと。で、2かな。175ある。まあ、2かなって思いつつも、この辺ぐらいで押さえとくか。で、無風が1本、マスピが1本。マスピは最終ホールに打つので、エイムかな。ぴったりでいい。まあここで入ってもいいよ、入ってもいいよ。それはないと。うん、まあ、距離はバッチリやね。いや強めに打った方がいいね。強めに打とう。 2m 強めいきます。まずは入れますと。次のホールなんですよね。注目すべきはホールで、まあ、イーグル取れるかどうか。413、風がある。うわー、ちょうどだな。ただただいいんです。ここでそうで曲がるよねっていう願掛け。風がね、そんな、どっちがいいんだろうね。で、強めに打ったら分かんないから強めに打ちます。80、20か。あとは入れるだけなんだな。強っ。11.2。ここなんだよね。これであと決めればいいだけ。スコアアップとかもあるけど、結構簡単じゃない？外す。まあ最後までやりましょう。
が無風があったら楽だなって感じですね。ここは無風の祝砲があったら楽。で最後はエイムショットを打ちます。エイムショットじゃない、最後はここです。マスキで何ブレだった、左ブレだったから、あ、そう左ブレだったんだよな。これで OK したで、ジャッシュでいい、あ、ジャッシュぴったりでいい。うーん、まだ左か。うん、こんな感じ。だからまあ大体は第2ホール次第。こういうゲームです。とりあえずパンターノに関しては5アンダー取るまで頑張ろうかなというところですね。意外にうまくいきそう。まあ一応見るか。こんな感じ。最初エムショット打ってディスクを減らすっていうのもあるけど、まあ安牌で打つんで大丈夫。うーん、左ブレかな若干って感じ。ただそれは自分の操作ミスの可能性もあるけど、まあ左ブレは確か、うん、第1打は左ブレっていうことだけ。第2打は違います。これはね、こうなんだけど、でも意外にそんな詰めなかったよな。これぐらいでいいかな。これさすがにあるか、こんぐらいかでした。んでエイムを打っていいのか。最後にマスピ打つからいいね。で、強めに打つ。 2.6 強めに打ちます。強めに打ったけどダメだったな。もっと強めか。2m、また 2m。で、普通に打ったら入ると。いやー、強めプラス 2m か。むずいな。で、第2ホール決めようと。まあ風の関係もありますが、どうなってますか。メデュショにして左ブレだったね。左にブレます、この今回は。でこれで打っていいのか。で、うーん、強く打ってもいい。どうだ、ガサル終わった。うん、左にブレるからこうなっちゃうと。でもあの辺を攻めないと近くに寄せられないんだよね。風もあるからね。ただガサると情報が取れないので、クソです。
ガサらないように打つっていうのも手だけどむずいな。ムフでは、ブレチェックしましょう。ブレなし。ブレなし、やったぜ。ブレなしだぜ。ということは、ああ、いや、まあ、二打目関係ないか。行きましょう。ねえ、1、2、2ですね。OK。んで、2なんだけど、じゃあ100ヤードだから、結構、このぐらい、ちょっと、このぐらい3かな？調整しとくか。で、強めに打ちます。これ、本当に合ってんのっていうぐらい、これぐらい。OK。いや、いい、いいよ。いい、そういうことだよ。ブレなしです。ブレなし。よしよしよし。第3ホール手前に落ちたよね。だから強めに打たないとダメだ。強めに打つんだ、第3ホールも。ブレなしです。はい、行きましょう。メデューショー。ここで。セッティング OK。ブレなしだから OK。で、17.2。こんぐらいかな。よいしょ、OK。あとは風の具合がどうかだけど、やっぱそうなるか。まあ、しょうがない。でも 5.7 メーター沈めないとダメってことだ。できるだけ頑張った、自分は。若干揺らいでるっていう感じか。そんぐらいだね。若干の揺らぎだね。いや、手前もあるな。こんぐらいでいいか。それで、ここ入るでしょ。オッケイ。よし、5アンダー取りましたと。よし、行くぞ。しかも、ブレなしです。なんとブレなし。これはブレなしなんです。そして、マスピを打ちます。ちょっと傾いてんな。どうしようかな。このぐらいにしとくか。まあ、安牌も兼ねて。で、ぴったりで落として、バーに当てます。で、強めに打った方がいい。これは。6.8 下だけど。ブレなしショット。もうめっちゃ狙い通りなんだけど、どう？決まる？決まらない。強すぎたか。なるほどね。こういうことになるのか。よし。じゃあこれを決めて、5アンダー、取りました。出場権獲得。なぜか3位。4265位と。はい、ファラオは別の動画でやりますと。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。
失礼します。